突っ込みニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは第5位です 歌舞伎俳優で人間国宝の2代目、中村吉右衛門さんが先月28日、心不全で亡くなりました、77歳でした今年の春に、えー、一度お倒れ、お倒れになって、えー、その後ずっとねあの闘病生活続けておられたということだったんですけれども、改めていろいろ見ていきますと、ですねやっぱりイメージ、われわれがよく目にしていたのは、やっぱり1989年から2016年までというのは、うん そんなに長く勤めてらっしゃるんですね。はい、で、一方で、まあ、本当、今、まあ、時代劇なるものが。テレビからね、姿をこう、消しているというのも、ね。そうです。ですそうです。本当に、あのね、えー、この歌舞伎の大役者さんというのがね。えー、ね、なくなっていき、しても多いんですけれども、うん、改めてすごい人だったんだなと感じますよね。うん、はい。続いて、第四位。 立憲民主党の泉健太代表は昨日新体制の骨格となる人事構想を発表しました幹事長に西村智奈美議員を起用するほか代表選に出馬した大阪政治議員と小川淳也議員への要職への起用も発表 今日のの両院議員総会でで正式決定すする見通しですまあこの代表選に出た皆さんも、本当に挙党体制でということになっていきますでしょうし、うんええ、やっぱりこの立憲民主党というところの顔をね、はいえー、いろんなところでアピールしていかないといけないというところになります。まあ、あのいつも言ってるんですが、もう年明けると参議院選挙の声が聞こえていきますんでね。そうですねじゃ続続いていいいててきましょうかはい、続いて第3位 ツイッターに裏金を要求されたと書き込んだ自民党の泉田裕彦衆議院議員が昨日会見を開き、要求したのは星野功県議会議員だと説明しました、はい。 これに対ししし星野はは要求したこことと事実無根と反論していますれ名前まで出すということは相当な証拠なるものを持っていないとそれは軽々に名前を出すことっていうのはないでしょうし一方、えー、県議はね事実無根だと言ってるんですが、まあ、これどっちかが本間のことを言っていて<う>どっちかがどこにあるのかさあこの後須田さんにお話を聞いていきたいと思います。続いていきましょう第2位は 厚生労働省は昨日ペルーから入国し、空港検疫で新型コロナウイルス陽性が判明した20代男性から、変異株、オミクロン株が検出されたと発表しました。 国内でで確認されたのは2例目です、まあ、あの昨日もお話ししたんですが、まあ、入ってきているのはもうこれしょうがないだろうなというのはどれだけ水際頑張ってもしょうがないところにあるんですけれども一方であの国際線の予約が<う>、えー、月末まで停止されたということで<う>既に予約をしてらっしゃる方は大丈夫なんですけど、はい、さ特に海外とかからですね、えー、帰ってくる皆さんで予定していた方からするとですねまたいろんなスケジュール変わってきますし<え>まあ一方で高級 航空会社のまあ業績というのも少しずつね戻ってきた中ではあったんですがまあこういう事態になってくるとねやむを得ないんだろうなという続いて1位は日本航空や全日空など国際線を運航する航空,が航空各社は国土交通省が日本に到着する国際線の新規予約を今月末まで停止するよう求めたことを受け 昨日から対象となる新規予約を停止しましたあの年末とか年始ってね特に海外からの人ってやっぱ帰ってきたいってじゃないですかそうですよね <laughs> 正月は日本で,予定されで迎えたいって僕もあの海外に赴任したことがないんでわからないです <laughs>、えー、けれども向こうの,その年越しも、えー、それはそれでいいんでしょうけどうやっぱり日本でおせちを食べたいなという方も多いと思いますんでね <laughs>、えー、まあ本当そういった皆さんにとってはみれば大変だろうなというところでいますはコマーシャルの後お押田さんにお話聞いていきましょう。 上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください お待たせいたしましたここからは須田市一郎さんでございます須田さんおはようございますはいおはようございますはい今日もよろしくお願いいたしますはいお願いしますではまずはこちらからでございます選挙は金がすべて自民党泉田博彦議員が裏金告発 さあ今年の10月の衆議院選新潟5区から出馬をいたしまして比例復活いたしました自民党の泉田議員なんですが選挙の時に2000万3000万の裏金を要求されたとの情報を突然ツイッターに投稿いたしましてえ昨日開かれた会見で裏金を要求してきた人物は星野勇新潟県議会議員だとした上で自民党新潟県連に対し星野県議の除名を求める考えを明らかにしましたさあこの告発なんですけれども一体どんな そんなものなのかという選挙とお金についてというところでございますさあ須田さんはいこれどっちが本番なのか分かりませんがえらい話ですよ、ええ そうですね、ただですね、私、これ、私が聞いたのは、泉田議員ではないんですけれども、同じ新潟選出のですね元国会議員、自民党のですね国会議員を何期か務められた方に伺ったことあるんですけれども、実はですね、新潟県のですね県議、あるいは市議からですねやっぱりお金を同じように要求された人がいるんですよ。 これれいいずだけじゃなですよいてるわけでまあそれに対して相当な憤りを持っていたんですけれどもまあいずれにしてもですねこれが新潟特有の問題なのかそれとも全国的な傾向としてあるのかどうなのかというところが問題になってくるんだと思うんですけどもまず最初にねじゃあなぜこういったお金が要求されたのかされるのかというねところからお話をさせていただきたいと思うんですけれども。 あの実はです、ねあの、この国政選挙、うん、まあ衆議院選挙にしても参議院選挙にしてもそうなんですけれども、しっかりとした、ね、自分の後援会組織などを持ってる人は、えーまあ、自分の、ね、力で選挙を戦うことができるんですけれども、はい、必ずしもみんながみんなそうじゃないんですよね。うん 例えば新人の議員であるとかですねまだ当選回数が少ない人であるとかそういった人はですねやっぱり地元のこういった地方議会のですね議員の協力を得なきゃならないむしろそういった県議とか市議の方々っていうのは国会議員の選挙においては足腰と言われてるんですよ例えばですね選挙版にポスターを貼るあるいはビラチラシの類をですね ポスティングするなんていうのもですね、うん、え相当な人手が必要人手とお金が必要になってくるんですね,すねだってあの皆さん方のねなん、えー、ですかその郵便受けに入っている、うん、えビラの類の法廷ビラなんかになりますと、うん、一枚一枚ちゃんとシール貼っていかなきゃならないこれあの地味な作業ですけどないことにはダメですからね配れないですからねあの公職選挙法にしちゃいますからね、まあ で加えて、公、あ、示、のーえー、日当日にですね、その選挙版にポスターを一斉に貼り出していかなきゃいけない、あれだって一夜にして貼られてるでしょあれですもんねあの、なかなか1番と3番抜けてたりするケースありますよね、<laughs> ものによってはね。有力な議員さんのやつはどこに行っても貼ってますけれども、足りりてないとかありますもんね別に改めて言うまでもなく、候補者が、えー、個人的に貼ってるわけじゃなくてです,ね <laughs> そうですよね。 えー、スタッフが張るわけですよねうでそういってじゃあ人手であるとかあるいはそれに伴う、えー、費用だとかがじゃあ一体どうするんですかっていう問題が出てくるわけなんですね。だからといって何かこうアルバイト料を払ってしまうと、うん、これもまた公職選挙法というか法律に違反してしまうん いう状況になってくるわけですね、うん、で,すですからその辺りについてはです、ね、地域地域に顔が利く人たちにつまりじゃあ顔が利くって誰かというと県会議員だったりとか市会議員になってくるんですよ。うんうん ですから一定程度のお金を渡してこれでよろしく頼みますねというようなことをやっていかないと、うん、なかなか選挙戦って回ってていいかないんですよねえでこれただ、まあ、その2,000万から3,000万その選挙には金がかかり、ね、でここのところで例えば、ねうん、なんだろうなこれを渋ってしもうたらあんた終わるよみたいなことを言われたとありますけれどもうん、うんね、これ言うたと言われているですよ、ね、星野議員の方はもう事実無根だということを言うてるわけですよね。<laughs> ね ね、ただこれ事実無根だと言わないといあの法律には違反しますからねううこれは。うん、ええ。だこれ言う方も相当な覚悟がいったはずだと思うんですよ、ええ、泉田さんの方もね。 だから私ねよくこれ出てきたなと思うんですよね、うんうん、ですから新潟においてはかなだからこういう話があって、うん、ただその候補者の方もね、えー、まあその辺はぐっと飲み込んで、うん、まあ言ってみればですね自分の選挙員にで働いてもらうわけだから、うん、まあそれはそれでいろいろ不満はあるけれども、うん、仕方がないかなというところで、えー、まあお金を払っていた節があるん だからそういった意味で言うとおかしいじゃないかって声を上げたことについては、うん、まあ私は一定程度の評価はできるな、ね、と思うんですね大沢さん選挙には金がかかるってのはよくね、えー、今も言われている話の中で、はい、ただ、もちろん、うん、あのきっちりとしたその予算の中からですよ法廷の中でできることというイメージの金がかかるのと、うんうん、今あったようなその裏金的なお金っていうのねこれどっちも含んでると思うんですよ。 向いた話ってくるでただそれが表にこういう形で出てくるとますます有権者の方もままあ薄々はは知っってたたけどやぱりりななみいにすよねそうでするとじゃあただね問題なのはねじゃあお金がある人はスムーズに当選してない人はじゃあ当選できないんですかっていうことになってしまうそうすると不公平になりますよね。 ですから、えー、そのあたりはですね、やっぱりあのねあってはならないし、うんえー、こういったことが表に出てくることは、私はいいことだと思いますよでしかもね、あの選挙が終わると、一斉にね公職選挙法違反で、がっと摘発が入るわけじゃないですか、はい、前々からこう目をつけられてるみたいなのも含めて、そういうのに、えー、もしこれが本当だったとしたら、今まで引っかかってこなかったってことなんですかね。 そうですねですから、うん、両方がですね口をすんでしまえばですねうん、うん、でしかも長、えーね、ネですからその表でね、うん、え白昼堂々渡すわけないですからだ、ね、から相当渡すわけですからね。加えてですねこれがじゃ新潟の問題だけの問題なのかっていうとう、うんうん、私はねずばり言いますけど、うん、福岡でも似たような話を聞いたことがあるんですよ。うんはー で県議から、えー、国会議員へ、えー、転出するにあたってですね、はい、ある方は一億円用意したと、ね、で、別にその一億円ってそれをしたということではないけれども、はい、実際に選挙戦の戦いにあたってはそのぐらいの金がかかるんだとんでそれそのお金はどこから出てくるんですか一億円って、うん、そんな今日の明日で用意できるものじゃないからねできませんよできませんよ ただねあの支援者支援者の中にはお金を持ってる人がいますから、ね、じゃあ1,000万ぐらいだったら私出しますよというような人だがやっぱり言うんですよ。ただそれもねどうなんでしょうねじゃあ当選した暁にはみたいなねそうちょっと少し電気測ってくださいねって言う口に出すか出さないか別ですよ。えー ただあの人から一千万もらっちゃったからなぁとね。そう人としてなんかお金を借りたあるいはもらってしまうと、うん、やっぱりもう選挙のったもうクリアです何もなかったですにはなかなかできないですよそ。そんな気のいい人はいないですよね。で加えて当選した後にやっぱり少しは何かしてあげないと<ー>というね。うんその人がなんか頼まれたらじゃあ、えー、役所に口利きしないとなぁと。うん 贈うう、ね、収賄の、贈、ね、収賄がやんじゃなくて、贈、うん、収賄の話なんで,す、ね、ですよね、これね、うん、例えばこれだけ、まあ、泉田さんが、まあ、どいろんな覚悟を持って、まあ、告発したことになりますけれども、これ、自民党としては、一、えー、人の国会議員がこういう発信をしたということはですよ、黙ってはいられないですよね、えー、この件に関してただね、これね、うんえー、黙って、まあ、全部調べますよなんてことになると、何が出てくるかわからないから。 だからこれはおそらくですね私の思うところまた泉だって変なやつが変なことを言い始めたなというところで場合によってはそれが特殊なケースだったと要するに新潟5区の特殊なケースだったんだていうんで特権のしっぽ切りになる可能性もなきにしもあらずもしくは全く無視されるというね。ででもこれだけ世の中話題になっ 出しまった中で全く無視ってわけにもこれいかないでしょうしね。 だからそういった点でいうと、うん、やっぱりあの、ね、これから臨時国会、あるいは通常国会が始まっていく中で、うんうん、さあ、まあえー、これね、あの選挙の公平性にも関わってくるところですから、ねうんうん、当然、野党は国会でこの質問してくれたと思いますよそですで。それに対してどう整合性を持って説明できるのかというところでしょうねうん、うん、これあの、の多分ね、いろんな形で、多分そのまあ選挙にかかるお金っていうのも、与野党を含めて、それは誰だって少ないお金で選挙を戦いたいというのは<え>同じだと思うんですよ。<laughs> でも、ね、結局どれだけルールを作ってもこんな話は出てくるということですよね。でただこれはもう明らかに、えー、ルール違反というか法律違反ですから。 でこういった選挙違反というのは、えー、地元の、ね、警察、つまり今回のケースでいうと、うんえー、新潟県警が、えー、動くわけですからね、動かなきゃならないわけですから、うん、じゃどうなんでしょうね、泉田議員、そこまでかあの覚悟の上の告発をしたんであるならば、うんうん、刑事告発案になんなりするべきだと私は思いますけどね、言いっぱなしは済まないっていうね、そうでしょうね、またあの時代だなと思うのが、ツイッターで発信をしてっていうところになってるわけで。えー、そこから会見ですもんね あの、まだ、ええ、まだ告発までは言ってないわけですよね。ええ、まだ。はい、そうですね。うん、ただですね、これ、え固、ー、有名詞挙げましたから、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。この固有名の相手の方、気になりますよね。どんな方なんだろうと思って。かなり、あの、県議会の中では重鎮と言われる方なんですよね。 そうですね。うん、あのー、非常に長くですね、県議も務めていて、うん、で他の県議であると県議会の中でも影響力を持った人、うん、ということなんですね。<ー>でただですね、私これは昔の話ですよ。え、うん、20年ほど前なんですけれども、うんうん、えー、新潟県 の取材をしている最中に、ですね選挙戦の取材ししたんですよ、うん、そうするとあの、ボランティアでいろいろと選挙を、ね、応援してか、ね、活動してもらっている人たちもいるとうん、うんで、そういう人たちに対して、どうなんでしょうね、昼食的に、えー、お昼を提供するというのは、うん、これはギリギリ政府になるんですけれども、はい、そうするとね、そのおにぎりの中に、うんえー、お金が入ってたっていうね。 あの昔そんな話聞いたけどやっぱあったんですねおにぎりの中にすごいな鮭じゃなくって現金ですかびっくりするたらこかな鮭かな梅かな昆布かなと思ってたらお金にちゃんとあのラップに包んで焼いてたらそらそらせやがって私てっきり今あのんかコインかなと思ってふにゃふにゃになるからとしかも食べられへんやなるほどはい うん、まあその時はね五千円札だったらしいですけどね。 いやだからね、もうこれ、ほら、昔からそんな話があってね、なんとかそれをこうな綺麗な選挙にしようとは言うんですけれども、やっぱり出てきたかって感じですよね、<ー>これを見るとねそうですね、だからですから、あのー、選挙戦でそういったことが、えー、行われてると、でこれ、本当にね、でもそう考えてみると、えー、冒頭申し上げたように、うん、じゃあ、みんな全員で持ってね、ポスター貼ったり、ビラを、えー、投函したり、あるいはそのシールを貼ったりしてるんだろうか。 っていうところを考えていくと、うん、本当にこれ、えー、自民党だけなの、うん、とかね。 いろんなことが頭に浮かんでくるんですよ。これ追及する野党の方だってこんなのあんたのこは大丈夫なんかいう話になるわけですからねこれは。ですからそういった意味で言うとどうでしょうラジオ気の皆さんぜひですね今回の国会見といていただきたいんですけど注目していただきたいんですけどもこれ与野党でね慣れ合いでなあなあで終わってしまったならばですねや やっぱり野党の方も追及しなかった全、うん、全部の全部のの野党が追及しいいとは思いませんようん、うん、ただ、これに対して消極的な野党はそこでもやってるんじゃないの、うん、っていうようなことがね、うか、ん、が、うん、えるんじゃないかなと思いますねまり今回の選挙はあの、例えば新人議員で1日しかいなかった人の文書交通費みたいなもんだったりとか、今こんなお話だったりとか、<え>終わってからの話題もことかかんですね、今回はね。 そうですね。いっぺんになんかこう海が出てきたような感じがしますよね。ういうよねはい、さあ、それでは6時まもなく34分になります。次の話題です。さあ、新型コロナウイルスワクチン3回目追加接種スタート海外と日本の違いはという話です。さあ、昨日から始まった新型コロナウイルスワクチン3回目の追加接種2回目と3回目の接種間隔について現在は？ 原則8ヶ月以上としていますがえ松野官房長官昨日の記者会見で必要があれば改めて8ヶ月を待たずして接種する範囲について検討すると語りました前倒しの可能性を示唆しました一方イギリス政府オミクロン株の蔓延に備えるためワクチンの追加接種の対象を全ての成人に広げ接種が完了してからの間隔を3ヶ月に短縮することを推奨するなど3回目も国によって対応さまざまでございます さあその背景の事情を菅田さんを教えてください。 3回目の接種、ブースター接種と言われている、えー、ものですけれども、うんはい、えー、今日の、ね、この件のポイントっていうのは、2つあります、はい、でまず1つが、じゃあ、そ,のそもそもね、えー、このワクチン3回目以降のです、ね、追加接種が必要なのかどうなのかという点なんですけれども、これ、日本のケースではなくて、ワクチン接種が世界で一番早く進んでいった国に、うん、イスラエルという国がありますよね。 でどうしてイスラエルで先行接種が進んでいったのかというと、うんうん、国を挙げてですね、うんえー、ファイザー社製のワクチンの治験、うんえー 効き目であるとか、あるいは何らかの副反応のチェックをしていったということもあって、ですね優先的に提供されたんですよ。ですから、そのワクチンをね接種するだけではなくて、その治験作業というのが行われていたわけなんですね。で、この実はイスラエルで一足早くブレークスルー感染、つまり2回ワクチンを接種しているにもかかわらず、感染するという人が結構出てきたんですね。 で、実はそもそもこのワクチンというのは、うん、多くの人ちょっと勘違いしてやられているかもしれませんけれども、はいえー、要するに 新型コロナウイルスに感染しなくななくるわけじゃないんですようん、うん、ワクチンを接種したからといってね。うんうん、でワクチンの狙い目的としては、うんえね、感染しても、えー、発症しない、うん、発症を抑える 2>,、はいえー、2点目としてはですね、えー、感染してもですね重症化を抑える、うん、つまりこの発症を抑えたり重症化を抑えたりする効果が期待されていて、うん、よくファイザーやモデルナでその有効率効果の、えー、ねあの率がですね、うん、8割とされているのは今、うん 申し上げた発症リスクを抑えたり重症化するリスクを抑えるのが8割とされているわけなんですね。でこのイスラエルのケースを見てみるとですね2回目終わってだいたい4ヶ月ぐらい経ったところで感染者数が、うん、つまりブレークスルー感染をされる方が増えてくるという、うん、そういう傾向が見て取れたんですよ。 うん、そうすると、4か月経つと、ワクチンの効果、効能が薄らいできて、ゼロになるわけじゃありませんね、うんうん、えその、えー、まあ言ってみれば、効果がですね、うん、8割の効果がだん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 下がってくるというね、うん、えそういうところが見て取れたということで、うんうん、4か月ぐらいが、まあ、あのなんていうんですかね、正式なそのワクチンの投資を求められた効果が維持できる、うん、えそういう状況だとされてるんですよ。 例えばねそれで考えると日本でも2回目を夏ぐらいに打ち終わったとしても結構多いかもしれませんけども、うん、その人らはもう切れてるかもしれないということですよね。ええ、そうですね、うん、まあ切れてるというですね、うんえー、その効果が8割から6割。とい、うんねうん、可能性が高いんですね。うんはい でも確かにインフルエンザのワクチンとかも大体三ヶ月から五ヶ月って言われてますもんね、うん、あ、おっしゃる通りですね,ね、うん、まあ同様ですねただインフルエンザは冬しか流行らないから、うん、冬流行ることが多いからそれでカバーできてましたけど、うん、コロナはそうでもないし、はい、季節を選んでくれませんからね奴、うん、らはね今のところ<え>うん。 でこれはたまたま偶然なんですけれども、うん、今西村さんが、えー、おっしゃったようにですね、うんえー、コロナというのはこれ見てみますとね、えー、世界的な傾向としてですよ要するに波谷波谷を見ていくと、うん、4か月周期って言われてるんですよ。あ、やって落ち着いて、うん、また流行って。 大体4か月周期になってるんですね、はい、世界的な傾向としては。うん、ということから考えて、ですねやっぱり、えー、そのブレイクスルー感染というのは、うんえー、起こり得る、そういう土壌にあるということをぜひ、ねうん、念頭に入れといていただきたい。うん、そして2点目なんですけれども、うん これはですね、私、たまたまこれ偶然なんですけども、はい、ファイザー社に非常にこう親しい友人がいましてね、<ー>まあアメリカ在住なんですけども、で、ちょっといろいろと情報交換をしている中で、うん、ちょっと驚くべき話が入ってきたんですよ。 でそもそも、ね、このファイザー社とかモデルナ社のような、うんえー、メッセンジャー RNA タイプの、うん、つまり、えー、遺伝子操作によって、うんえー、作られたと言ったらいいんですかねそういったワクチンについては、うん、そもそもの設計思想というか基本的な設計としてですね、うん、3回でワンセットだと。ああそうなのええー 1回2回打って終わりということではなくてで1回2回打って確かに8割有効率いくんですけれどもえすぐにですねしばらく経つとその効果が薄らいできてしまうというところがあるのでその薄らいでくる中でもう1回打つとガッと右肩上がりで有効率が上がってそれが比較的中期的にですね維持されると3回で1回だということなんですね。<laughs> でもあそうですかところがですね、うん、もう一回思い出していただきたいんですがワクチン接種が始まった世界的な状況から考えますとねワクチンの製造生産が間に合わなくて、うんね、数が足りなくてだから日本は。 えー、その過去がちょっと遅れてしまったものですから、接種開始が遅れましたよねむしろ、ですね、えー、ワクチン製造会社がある国であるとか、うん、あるいは何らかの形で、えー、資金援助をしていた国とか、うん、お金を持っていて、買い負けしないといったんですか、うんえー、ワクチンをどん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 高値でも買うことができる国、うんうん、ここが優先的にですねワクチン接種が進んでいたんですよ。うんうん でそれに対して途上国というのは、やっぱり、えー、いろんなことで、ね、あのその優,優位性に立ってませんから、ワクチン接種は遅れていって、今も遅れているという状況にありますよね。うん、そういう状況を見て取った WHO が、ですね、うん、要するに2回打っても一定程度の効果が求められるんだから、先進国は自らのエゴで、うんえー、3回目とか4回目を確保するんではなくて、うん、その部分を途上国に回せと。は、うん、はい、はい、うんうん といううこで途上国に回すよな仕組みもワクチンのワクチンもね国際的な作りましたよねですから WHO はその方針として2回というねところを決めたものですから方向性を示したものですからだからなかなかですね3回目以降の接種っていうところに乗り出していくことができなかったんですよ。ところがいよいよここへ来てそのブレイクス感染が。 えー、拡大してきたものですからもともとはその3回で1セットっていうことを、えー、知ってますからね。うん、だったらブレイクス ね、感染に備えて3回目以降の接種だということで先進国が一斉にダっと動き始めたっていうのが現状なんですよ。もともとととにかく世界共通でまず1回目を全員にね打たせてあげればいいじゃないかという議論もありましたもんね, 2>, ね2回目待たずにっていう話もありましたけれども、ね、まあこれでも日本の今後の対応って自治体にだいぶね委ねられるところが大きいみたいですけれどもどうなっていきそうですかね そうなんですね、うん、あのですから今も言わね、あの言われたようにですね日本の場合は国と自治体の役割と、ね、分かれていて国はそのワクチンの確保メーカーに掛け合ってワクチンの確保というところをやって確保したワクチンを自治体にスムーズにスケジュール通りに一定通りにですね渡していくというのが国の役割なんですねで自治体はというと実際にそれを市民住民に、えー、打っていくですから会場を確保する、えー、打ち手を確保するあるいは はその住民に対して案内状を出す予約を取るということをやっていかなきゃならない、これを見ていくと、ですね大きくじゃなかなかこう進んでいかないという状況についてです、ね、取材をしていきますとね、うん、自治体サイド、不満が持ってるんですよ、うんえー、何かというといまだに国からですね,そのね3回目以降の接種の、うん、えワクチンの提供日程が、スケジュールが提示されていない、うん、提示されてないから、会場も確保できないし、うん、打ち手も確保できない、まあね、早くその日程出せと、うん、確かにそうですね。うん うん、でそれで、まあ、国の方はは、えー、それを出したいっていう、ねえー、ところがあるんですなかなかこの、えー、確保が進んでいかないという状況ある、うん、ただ、ね、じゃ自治体においては何の問題もないのかっていうとどうもそうではなくて、うん、これで、ね、びっくりすることがあったんです、私、実際に現場に行って取材してみると、うん、何かというとすべての47都府県すべての自治体ではないですよ、うん、一部の自治体かもしれないんですけれども、例えば、ねえー、現状、まあえーね、2回目の接種を終えた方が7割超えてきましたよ。 すべ、うん、ての自治体でそうすると1回目2回目終わりましたというそのデータがまあデジタル化されてますねと、うん、ただそのその方がですね今えその県内に住まわれているのかふだに住まわれているのかっていうのはまた別の住民データというのは住所データというのがありましたよねうん、うん、これもデジタル化されている、うん、ところが全員者のワクチン接種のデータとその現住所データというのはデジタル上突合できないんですよ。うん、することとができないという事態 出てきてきるんですね<う>じゃあ何をやるかっていうとです、ね、それぞれペーパーベースに落とし込んできて、えー、人手をでもって、えー、それを突合しているという作業が行われてます本当ですかアナログですね。 えー、えー、でじゃあ仮にそれが、えー、その自治体においてですね、うんえー、両方ともデジタル化されていてデジタルで突合すり合わせが行われている自治体でも、うん、ただその自治体とじゃあ転居した先の自治体のデジタル的なデータの交換ができないんですこれ<ー>ほとんどできないんですよ<ー>自治体間のデジタルデータの交換っていうのはできないという状況になってる法律上ということですかいやじゃなくて企画上です企画の仕組み上できない仕組み上できないんですえ だからそういった意味でいうと、うん、そこはまた、えー、ペーパーベース人手ベースになんか何のためにそれじゃあデジタル化してんねんって話ですけどね,本当ねそうなん、ね、で,ですね二度寝まなだけでそうい、ね、うする自治体側がもう要するにそういった作業が今遅れてるものですから、うん、本来だったら年明けぐらいから始めたいところなんですけれどもなかなかそれが進んでいかないっていうね。あ これあの日本ってねほら入ってくるの遅かったですけど、はい、いざ始まるとやっぱりここううなんていうんですかこのやっぱりこう誠実な国民性というのかう非常にスムーズに今度は進んでいったってあったじゃないですか当初はだいぶ混乱はしましたけれどもです、はい、高くなっていきますしね、えーうん、ただその裏にはものすごい努力というかうもう大変さあって自治体の皆さんのご苦労たるやですよねこれ改めてですけど。えー あのですから、そういった意味で言うと、もう一回そういった混乱を経て、ですねまたスムーズに進んでいくのかな、ただ、これね、ぜひね、ラジオ、機のえね皆さんの中で、特に日本の場合は、重症化リスクを抑えるとか、重症化してしまうと亡くなる人の数も増えていってしまうから、その死者の数を抑えるという目的で、年齢別にっていうか、言ったらいいんですかね、年代別に、高齢者接種が優先されましたよねでそういった方々は、もう4か月以上経ってる人も、 出てくる可能性が高いんですよ。うんはい、そうですよね。そうですよね。ですから。うん ちょっとね、で、うんえー、まあ、国とか自治体がの言い方は、うん、あの、変わってくると思います。けど四ヶ月以上経ってる方は、まあ、とりあえずね。うん、ええー、もう始まったらすぐ、うん、その三回目以降の接種をできるような。うんうん、そういうちょっとお気持ちというのかな。そ,ね、その、頭の中にその情報をインプットしておいていただきたいなとすね。思いますね,ね。まあ、みんな、あの、おそらく、そういうみた、皆さん、一刻でも早く打ちたい方はね、えー、望んでらっしゃると思いますが。がわかりました。では、ああ、一旦、コマーシャル入ります。六時四十六分です。 上泉雄一のええー、なあ。mbs ラジオがお送りしています。さあ、時刻、六時、まもなく五十四分になります。続いての深堀ツッコミ解説、こちらです。全国で相次ぐスーパー再編、そのわけは。 さあ、関西スーパーと流通大手 H2O リテイリング当初1日に予定していた経営統合を実現できないまま法廷闘争に突入いたしまして関西スーパーをめぐる争奪戦泥沼化避けられないという様素になってまいりました。 さあ実は今ですねスーパーマーケット業界合併や経営統合などの再編の動きが相次いでいるんですよね地元のスーパーが大手のグループの傘下に入って独自色が薄くなるのが寂しいとか経営方針が変わって営業時間が延びるのは助かるなどなど利用者としてもいろんなお声がございますがさあ須田さんにこの動きについて解説してもらいましょうさあ須田さんこの再編が活発になってきているどういったところからなんでしょうか はいあのこの背景をねえ理解するためにですねえぜひ今日はですねリスナーの皆さんにですねご記憶に留めていただきたいキーワードがあるんですよはなんでしょうでそのキーワードとはですね規模の利益という経済用語なんですね規模の利益規模は大きい小さいの規模ですねはい。規模の利益という言葉があってですねこれは何かというとですねえ例えばその 企業の規模がどん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 大きくなっていくと、うん、その経費率といったりですか、はい、例えば、えー、一般的に言われているのはですねじゃあ、えー、規模が倍になったからといって例えば人事だとかね総務の人員が倍必要かっていうと、うん、必ずしもそうではないんですよね。ただそういった総務とか人事というのは、まあね、あの重要なお仕事をされてるんですけれども会社にとっては書くことのできない仕事をされてるんだけれども、はい、じゃあ直接的にじゃあお金儲けに。 その利益を出したり収益を上げたりするのにですね。うん、あの直接的にタッチしてるかってしてませんよね。そうですよね。うん、だからそういったあのー、経費が必要な部門っていうのは。うん、できるだけコンパクトにした方が、はい、企業にとってはメリットがある。確かにただ。 あのー、とはいっても、ですねあまり小さくすることもできないというような状況があって、ですねむしろ規模が大きくなっていくことによって、うんえー、そういったですね、えー、部門をです、ね、有効にというか、効率的に活用することができると、はい、ですから、規模が大きい方が利益が上がってくるということで、規模の利益というふうに言われてるんですね。 で例えば、じゃあこのスーパーとか流通業界にそれを当てはめてみると、うん、えどういうことが言えるのかというと、ですね、はい、あの例えば、えー、一番大事なのはこう商品を仕入れるというところなんですけれども、うんうん、要するにそれについてもですね規模が大きくなってくると、えーまあ、たくさん買ってくれるから、少し、ね、安く、えー、そのスーパーに卸ろすかとかねそうですよね。そうですよね うん、あとあるいは、えー、商品がですね足りなくなってきた時にもあそこにはいつもたくさん買ってもらってるから、うんえー、いいお客さんだから、えー、そっちに優先的に、えー、商品をですねおろすとか、うんうん、そういったことが出てくるんですよ。うんうん、ですから競争力という点でいうとですねやっぱり規模が大きい方が優位に働くんですね。うんうんはい、でマスすスすもって大きく大きくなっていきますよねその考え方でいうとどん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 ね。 統合されていきますよねただ、その一方で、うん、まあ今、日本全体見てみますとね、人口は減少しているし、うん、あるいは、えー、人口がです、ね、都市部に集中したりして、スーパーが、ね、展開できる、出店できる場所っていうのは、どん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 少なくなってきている、うん、あるいはもうすでに出店し尽くしているから、うん、出店する場所がなかなかなくなってきているという状況もあるんですよ。うんうん、はい でそうすると何を考えるかというと、うん、要するに自分の力でもって今度出店するというのはなかなか難しい、出店しても、えー、今までと同じように、うん、え売り上げ増が望めない、はい、だからといって、このままとどまっていたんでは、他のスーパーとの競争に負けてしまう、はいはい、ということで、うん、要するにマーケットごとですね、市場ごとその店舗を増やそうというね、うん、つまりこういった買収という動きになっていくんですよ。うんなるほどな。となってくると、その理屈でいうと、菅田さん、最後は。 もうなんか大手グループ2社3社ぐらいのグループでほぼ日本全国のマーケットを統一するみたいなイメージになりますよねそのまんまでいくとね。 そうですから、規模が大きいスーパーの方がが資金力もありますし、銀行借り入れもできますからね、そういう、だから市場の独占みたいなところが起こりかねないんですけれども、ねただどうなんでしょうね、一方でね、今日冒頭ね、上泉さんが意味事項を指摘していただいたように、やっぱりユーザーとしては利用客としては、なんか独自色が薄られて、地域性が失われてるんだよね。そう でこれ、どういうことかというと、ですね、うん、その地域地域に根ざした商品って、やっぱり、例えば食品なんか中心にあるわけなんですよね。ありますよね。はいうん、ただ、その規模の利益を追求してしまった結果、ですね一括仕入れをしますからね、うん、大量仕入れ、大量陳列、大量販売というのが、うんうん、要するにその規模の利益に一番合致したものですから、うん、そうすると、そういった、えー、その地域のニーズに根ざしたですね少量仕入れなんていうのはできなくなっちゃうんですよ。そうですよね うん、ですから、小規模スーパーの生き残る道というのは、うん、その地域の、ね、ニーズに根ざしたといったら、うん、向き合ったですね、うん、そういうきめ細かいサービスというのが、うん、やっぱり、えー、生き残っていけるところですし、うん、それはやっぱり合併ではなくてね、違ったやり方、うん、つまり、えーまあ、独立どっぽで生き残っていくってことも、私は十分可能なのかなと,思います、ね、な,となってくると、今度はじゃあ、地元の商店街にあるお店みたいなものとの。 まあ差別化といいいううかかをどう出してていいみたいになってきますよねもっともっとそ,、ね、そっちに特化したね。うんええあのー、ですからそういった意味で言うとですね、うん、ただ単純に価格というところだけではなくてね、えーえー、やはりその、ね、欲しいものが置いてあるとかっていうところがですね、うん、一つ重要なポイントになってくるのかなとな、ねはい。じゃあ7時の時報の後すみませんもう少しこの話最後整理して、はいえー、お伝えをしたいと思いますでは一旦七7時のお知らせでございます。 松田さん一方でこの統合が進んでいくとね、うん、まあいろんなところのおにお店がこうできてくるとなるんですけどうん、うん、さらに、はいえー、効率化みたいなところを図ると出してたところを撤退するみたいなところが出てくるかもしれませんよね統廃合も進みますよねお店その地域のね。 そうなんですからね、うん、これは東京で実際に起こっている話なんですけれども、うん、あの例えば、えー、かつて、ね、高度成長期においてはです、ね、うん、どん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 郊外に大規模な団地ができていきましたよね。はい、で、その大規模な団地にスーパーがどんどん進出したんですけれども、うん、ただ、その高齢化であるとか住民が減少した結果です、ね、そのスーパーが撤退をするなんていう、ねうんえー、ことが起こっていてです、ね、うん、例えばあのこれは団地の地域ではないんですけれども、あの東京近郊 にベッドタウンで取り入というところがあるんですよ。あはいはい、で、そこにですね、二、二カ店、スーパーが駅前と、ね、駅近郊にあったんですけれども。うん、こう二カ店とも撤退するなんていうね。はあ。そうそう。買い物ない、難民、うん、になっちゃいますもんね。うん おっしゃる通りなんですようん、うん、今、西、え、村、ー、さんが言われたようにうん、うん、買い物難民が発生して私、地元の商工会の方から相談を持ちかけられたことがありまして、ね、<え>どうしたらいいんだろうかっていうところで,、はい、で例えば、地元の商店街はまだ存続してるんで用きに行ったたらどどうでですすかみいいいな話をあなるほど、はい、それいいですねコミュニケーションも、ねね、続きますしね。 というようなことをアドバイスすることもあるんですけどもそういったことも起こってきてるわけなんですね、うん、でもまあこの流れを見てるとしばらくはこの再編というんですかみたいな流れってのはますます加速するんですかねこれは そうですね。うんえー、まだ、えー、そのあの住民減少は続いてますし、うんえー、やっぱりスーパーとしても、やっぱり株主であるとか投資家に対して、うん、やっぱり毎年毎年成長戦略、こうやって売り上げを伸ばしていきますよ、利益を上げていきますよという、ですね、うん、そういう成長戦略を示さなきゃならない、うん、というところを考えていくと、ですね、うん、やっぱりどうしても合併再編というのは避けることができない。うん、ただ、うん 一緒になるっていうのは、これ無理だとしても、うん、持ち株会社の下にぶら下がって。仕入れは一括化しますよとかね。そういうようなやり方もあるのかなと思いますけどね。まあ、そうすると、あの見た目には、地域の方にとって、おなじみのスーパーが残ったまんまだし、うん、ということですね。うん ね、<ー>で、あるいはこれ東北地区なんかで起こってるんですが、うん、東北なんかはですね、結構、まあ今回のですね、関西スーパーに似たような、うん、地域性の高い食、えー、の強いですね、スーパーがあるんですけども、そこに大資本のスーパーが金に力をね、任、うん、せてですね、どん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 進出していって、うん、あの、石鹸していくなんていうね、うんえー、むしろ 力ずくで実力でそのマーケット市場を奪うなんていう過酷競争を起こ,起こしてですね消耗戦になっていますからお金持ってる方が有利になりますからねねそこは、ね、あの昔ドラマとかではね、うん、地域の商店街があるところに大きなスーパーがやってきて、うん、商店街が駆逐されるみたいなのがありましたけども、うん、今度はスーパーがあるところにスーパーがやってきてそれが駆逐されるっていうなんか、うん、時代が変わっていきますね須田さんね、うん、これ見てるとね。 そうなんですねしかもね、そういったところって、ただ単純にスーパーがあるわけじゃなくて、その近くにですねいろんな商店といったえ置いて、車でもってやってきてっていうね、買い物して、一日中そこでなんか買い物したり、なんかこう、映画見たりなんかして、帰っていくなんていうケースになると、ですねやっぱりどうしても地元の商店街、立ち入りできなくなってしまうわけなんですね。ただその一方で高齢化してきますとねえ 要するに車の運転がもうできないなんていう人はう、ね、買い物も非常に難しい状況になりますからね。んかその今回の、ね、関西スーパーの買収みたいなのを見てた時に、うん、あの時代の流れみたいなのを改めて感じるなというかどうかったと思いますけれども。じゃあ須田さんこの後また7時40分ごろから裏ネタの方も楽しみにしております。よろししくおお願いいまますの、はいまはい、の今日の裏ネタさあ のコーナーでは、おじきこと須田慎一郎さんが取材の末に使いました。とっておきの裏ネタをいち早く教えてもらおうというコーナーでございます。さあ、須さん、それでは早速、今日の裏ネタお願いいたします。すはい、えー、西大田中臨床逮捕の裏側ということなんですけども、はいうん、あのー、この裏ネタっていうコーナー必要ですかね？<laughs> と言いますと。<laughs> 先ほどまでの深掘りの方で結構私経済的なね専門的な話をしてきたんですけれどもここではぐっと好感度アップしたと思うんですよ。この裏ネタやると好感度下がってるように見えますが菅田さんリスナーの多くの皆さんはこちらの須田さんを多くの皆さんが期待してますのでそうなんですかそうなんですこう見えてもねぜひね経済の専門家ということはお忘れなきようにあの先日この日いの。 田中理事長と須田さんがそれこそ、えー、入学式で祝辞を頼まれたというお話があってその、うんえー、時ちょうどお二人並ばれたというねっ結構ねええ面はいかつかったんだろうなという話をしてたんですけれどもでもまあどっちがどっちかわか,かんないような絵面だったと思うんですけどね。<laughs> でもあのここに来て続々とまあ今まで何でしょうねこう言われてた話が須田さん出てきましたね。 そうですね。<ー>あの、前回ね、二週間前でしたっけ<ー>、えー、この番組でもですね、お話しさせていただいたところなんですけれども<ー>、えー、結局はですね、あのー、とりあえず脱税容疑、<ー> 1>, えー、1億2000万円の所得を隠してですね、五千三百万円脱税したということで、えー、逮捕されたわけなんですけれども、はい、あのー、大体まあ一億円ね、えー、を超えて所得価格死が行われるとですね、<ー>まあ実刑は免れないだろうなということで、<ー>まあそのあたり、ちょっと情状酌量っていうんですかね、はい、狙う ために、うん、あの日大のね理事長を、うんえー、退任すると辞任するというニュースも今朝流れておりますよね。はい、でただですねどうなんですかね。じゃあ検察サイドがね、うんえー、どういったところに注目しているのか。はい、まあもちろんですねこういった、えー、裏金というかですねバックリベートと言ったりですか、うんうん、えー、について表に出せない金ですから、うん、結果的にはですねあの裏金になってしまって、うんえー、税務当局に、えー、申告しない税務署に申告しないという、えー、形が起こる。 ですからこういったね拝印事件とか裏金事件というのは必ず脱税事件がワンセットでついてくるもんなんですよ。はいはいはい。うん、でこれでまあ拝印の方もですねえー、事由聴取して追及していくんですけども、うん、じゃあそれで、えー、検察は幕引きをするのかどうなのか私必ずしもそうは見てないんですね。ういうはい、えー。次にですねさらにこの、えー、事件を展開させていこうじゃすぐに事件が始まるわけではないけれども、うん、まあ今回の日大事件というのは検、えー 検察ににとってですねまさに宝の山なんですよ<う>で宝の山ってどういうことかというと、うん、場合によってはですね正解にもこれが波及していくんではないかととも言われていてですね、うんはい、で事実これは私ね直接ね聞いた人からに確認取ってないんですけれども、うん、一部報道ではですね、うんえー、田中理事長はもし自分が逮捕されるようなことがあれば、うんね、全てぶちまけてやると。 政治家に渡した裏金を全部ぶちまけてやると言ったともされてるんですね、うんうん、これはぶちまけてほしいなやはり政界の方にも波及してるんだなと思いますけれども、うん、でこれで私がちょっと注目したのはここが裏ネタなんですけれども、うんうん、実は昨年3月、えー、日大にです、ね、危機管理学部というのがあるんですよ。はい えー、これは2016年に開設された、比較的新しい、えー、学部なんですけれども、危機管理についてね、最近、えー、企業なんかもですねこの危機管理に関して、非常にこう必要性を認めてきているということで、うんうん、その専門家を育成しようということで、うんうん、こういった学部が作られたわけ、うん、法学部とか経済学部みたいに、危機管理学部っていうのができたってことですか。そうなんです、ね でまあ、ここにはですね解説当初20人の約20人のですね、うん、教授がいたんですけれども、うん、うち8人がですね役所からの天下りだったんですね。はえ。で首としてですね今危機管理というところですから、はい、警察公安 そして自衛隊というところからですね、うんえー、メインにですね、天下ってというまあ天下りってちょっとおかしいですけれども、元ですね、えー、お役員を務めていた方がですね、教授職を得て就職していること、再、うんはいね、就職しているということなんですね。でその中にですね、実は検察からもですね、一人。 えー、まあ、教授になった人がいたんですよ。はい,はい。はい。で、この方、どなたかというと、太田茂さんという方で。うんうん、名前聞いたことはあります。かねか。今、どんな方でしたっけ、太田茂さん。はい、でえー、この方はですね、最終的には、えー、京都地検の検事政を務められた方で。うん、まあ、京都地検のトップですね。うん、で、その前のですね、大阪高検、地検の上には。 高等検察庁となりましてね、その大阪高検のナンバー2、自責検事という要職にあった方なんですよ。ただ、えー、ある事件のきっかけにですね、開国処分を受けてるんですね。<う>で、そのある事件と何かというと、大阪地検特捜部が手掛けた例の、うんえー、証拠改ざん事件となりますよね。あ で大坪さんとかですねがですねま逮捕起訴されたという事件なんですけれどももともとは村木敦子さんのね厚労省の有名人事件に伴って逮捕されたんですがまあこれが冤罪でまあ検察サイドがですね証拠で持ち上げたっていうのがねありましたまあここに対して関係したということで開国処分を受けたからです。 うん、でまあその介護処分を受けてどなくして退職されて、はい、そしてこの危機管理学部に再就、えーまあ、職といったんですかね教授職を得て入学されたということなんですが、うん、実はこの太田さんがですね昨年3月に密かに、うんえー、教授職をねやめていたんですよ。去年3月 密そかに、2020年3月にですね、うんうん、で、まあ、最近になって、なんでやめたんだっていうところ、ね、ちょっと気になったものですから、いろいろ聞いてみると、うんうん、どうやら、まあ、もちろんその太田さんは取材に応じてくれなかったんですけれども、どうやらですね、検察サイドから、やめてくれないかと。 いうような要請を受けてそしてもともと検察枠として入ってたようなんででまあやめたということなんですねじゃあなぜ検察はやめるように促したのかというとまあその辺りからですね検察サイドは日大を事件化しようとしてずっと内定捜査に入っていた。事件が 表面化した後にそこに検察官が元検察官がですね居住になっていたということになると都合が悪いだろうということでまあ言ってみればちょっと皮肉を込めて言うならば検察サイそのころからはではじゃあそんなそれに対してですね気づかないわけではないわけですよね大学サイドとするとね。いや大学サイドはですね自信大学サイドというか田中理事長サイドは自信満々だった。 絶対逮捕されないと思ってたんじゃないのかなと思うんですね<ー>どうしてかというとここもポイントでしてね、うん、そもそもこの危機管理学部の設立の経緯があるんですよ、うん、これ何かというと僕まあご本人も認めてるんでね、うん、え実名を出して大丈夫だと思うんですが元衆議院議員だった 亀井静香さん。はい。はい。はい。元警察官僚ですね。そうですね。で、この亀井静香さんが。田中理事長を直接口説いて作ったの、この学部なんですよ。その狙いは何ですか。ええ、これね、え、俺はお前の、ね、用心棒になってやる。亀井さんは田中さんに対して、俺はお前の用心棒になってやる。だから、お前は用心棒を養成するような、そんな学部を作れと。 いうことで、うんえー、そういう強いい強、まあ、働きかけがあって設立された、うん、ですから田中さんとしてはさっきの話に戻りますけどね、うん、そこに警察だ公安だ検察だと受け入れた以上ですね、うん、まあ自分はですね、えー、そういった刑事被告人になるというかですね逮捕されることがなんかないだろうと考えていた節があるん、うんうん で,ね、いやでもなんかその学部の成り立ちちょっと光かかりますよね大学として、ね、そうそう子ども学生たちをこういう学生を人間を育成したいっていう教育の観点から、うん、新しい学部設立してほしいなと思っちゃいますね。うん、そうですねあるいは社会的ニーズがあるからその専門家を育成するとかねですからなんかこう政治的な思惑が働いて、うんえー、作られた学部だったというところを考えると。うん でそして、ねあのー、この実は亀井さんと親しい人物に、うん、これは、まあこれも大阪地検特捜部が摘発した事件で、うん、ちょっとお若い方はね、うん、ご記憶ないと思うんですけれども、うんうん、あの糸満事件というのがかつてありましたね。はい 1990年代初頭に事件化した事件なんですけども、これは大阪の名門繊維商社の糸満が闇勢力にどん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 惨食されたという事件なんですけども、3000億円近い金が住友銀行から糸満に流れ、それが闇社会に流れていったという、戦後最大級の経済事件だったんと言われてますよね。と言われてますよね。と言われてすね。巨英中氏と言われすね。と言われすよね。とすよすよ まああの逮捕されて、起訴されて、うんまあ、あの服役して、今、釈放されたね,、うん、すねあの、はいえー、出てきてますけれどね、はいえー、まあその巨栄中氏と実はですね、仮面石塚氏というのは、うん、兄弟分の関係にある。<弟>俺の兄弟分と言って公言してはばからなかった。で、実はその、えー、巨栄中氏とですね、実は田中理事長も関係がありましてね。うん、で、これはですね、あの、 あの、田中理事長が常務理事の頃だったんですけれども、うんうん、実は田中理事長、まあ当時常務理事はですね、うんうん、え、境川、えー、この方はですね、日本相撲協会の理事長だったんですが、連れ立って虚栄中氏の自宅へ行ってるんですよ。うん。何し訪問してるんですね。うん、えその時にですね、虚栄中氏は、こういう要請とか、大風呂敷を広げるんですよ。うん、これも大阪に。 ものすごく関係する話なんですけれども、要はなんと言ったかというと、ですね、えー、これから大阪にオリンピックを招致する、一時期ありましたよね。あ,ありましたね、はい、た北京の時でした。で、招致して、うん、でなおかつ、えー、大阪オリンピックの正式種目に大相撲を加えるとで。で、お二人ともそれに協力してくれと。うん そうすると、それは願ったりかなったりだみたいなところで、それを協力を約束する、そしてもう1点あるんですよ、今、先週出したからね、ウォールドルス・アスリアが建設されますよ、梅北地区、ねこの災害発に絡んで、あそこに大阪国技館を設立すると。は いや、うん、と、もうそのところではですね、ソーシャルが取り壊されることが明らかになってましたから。いや、これちょっと<や>あの須田さんお話ものすごい面白いところなんですけど、<え>もうお時間が来ちゃいましてですね、<え>このお話またちょっと続きを改めて聞かせていただきたいと思います。すね、まだまだちょっとね裏ネタありますもんね。えー、はい。すみません。あ,ありがとうございました。ええじゃあまた,また引き続きよろしくお願いいたします。はい、須田さんどうもありがとうございます。はい 大阪場所から大阪大阪国技館国技館国技館大阪国技館でどういうことですか。あの大阪国技館をそこに建設しましょうと。つまりまあ東京にあるですね国技館と同規模のものをまあ箱物を作ろうと。もうそれもやっぱり巨額のお金が動きますよね。はあなるほど。でそれはどれぐらい実現してあったんですか。いや。 えー、まあ、共栄中心の独特のですおぼろしきだと私は思ってますけどね、はい、そうやって非常に大きなプロジェクトを描くことによって、うん、結果的に金を動かして、それを中抜きしていくっていうのが、なんでねなるほど、じゃあ、その話が大きければ大きいほど、彼の元に入る金額も上がってくるってことなんでしょうね。 そうですね。うん、で、なおかつ、その、共栄中止というのはですね、えー、まあ、あの、山口組系の暴力団と非常にこう、親しい相談役という肩書を、うん、えー、大沢家は認定してましたから、うんうん、そういった意味で言うと、その暴力団との関係にもつながっていくと、うん、いうことなんですね。で、この件についてはですね、うんうん、あの、常務理事代に、うん、やっぱりいろいろと、えー、まあ、田中理事長をめぐってはですね、問題が指摘されていたので、うんうん、えー、まあ、その、 学内でね日大の学内で報告書が作成されたんですよ<う>この人はこういう問題を抱えている人ですよという報告書の中にも、うんうん、えー、そこを今申し上げたような細かい話は そこには記載されてませんよ。ただし、虚栄、うん、中止と、えー、田中当時常務理事のです、ねえー、そういう密接な関係であるとか、<laughs> あるいはボール団との関係であるとかっていうのは、その日大の内部で、えー、作成された報告書にも盛り込まれてることなんですよ。これあの、どうですか、須田さんの見立てで、この逮捕からどれぐらいのことまでが世の中に出るのか、明るみになるのか、どうですかね。 あのですからその点についてはね、田中理事長がどこまで供述に応じるのかというところに変わってくるんではないかなと、ただし、仮にこれ、供述したとしても、ですね検察としては、それはそーっとその供述調書、金庫の中しまっとくでしょうね、次の事件へつなげるために。ああ、そうか、なるほど、全部が全部が表に出るってわけじゃないということですね。むしろ検察はそれを出さずににですね新たな事件の内定 入っていくんではないかなと一、ね、口に次での事件になって、はいはい、でも結構それで言うとあの今変なこと言うなよと思っている政財界の人がいるということでしょうね いや多いでしょうね、うん、身に覚えのある人は、えー、結構いるんじゃないのかなと、まああのー、あえてね実はもうあげませんけれども、大物政治家も、えー、何人かの、ね、複数の大物政治家も、この田中理事長の周りには、うんえー、動いていましたからね、非常にこう親しい人もいましたから、うん、そういう人たちはですねやっぱりこう、雪肌が寒い思いをされてるんじゃないかなと。 思いますね。もうね、YouTube 配信用にも絶妙なところで落としてもらいました。ありがとうございます。はい、あの、はい、来週もこんな感じで引き続きよろしくお願いします。<laughs> はい、いす。すみいません、トムスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。